ぱりどんなにデザインが良くても生地がね安っぽかったら一気にデザインとして崩れていくっていうか、本当に時間かかる。生地作りだけで2ヶ月3ヶ月、本当にね宇宙なんですよ服作りって。え、次のさ生地さ、なんかどれがいいかな。ジョンの餌作ってるからちょっと待ってよ。じゃあ俺そっちやるからちょっと、あ、これ、はい、あ、デスクに向かってまあいい子ちゃんな感じでデザインをしていた時期もあったんですけど、なんかそれでつまんないデザインになっちゃったんですよね。まあニュルンベらしさっていうのが奔放さなのに、このいつしかニュルンベがね記号化されすぎていた部分があって、これは今あの蝶のイメージなんですけど、パピオン、これを一回こうして、ドレスですね。他のね人にこうデザインが見せるとなんか分かんないとか言われちゃうことがあるんですけど、まあ、マサヒロだったらねこれが何かってすぐ分かっちゃうんですよね、夫婦なんで。マサヒロこれ見て、ん、これ、ああ、オムライスだ、デミグラス乗ったオムライスだな。うん、デザインってなんか感覚っていう人多いけど、やっぱりもう組み合わせなんですよね結局。もういかに自分の思いをこう重ねてしっかり計算をして、うん、やっぱり伝えるためには計算が絶対必要。これもうデザイン決めるだけで2ヶ月3ヶ月経っちゃうっていうことも全然あって、戦いっすよね本当に。好きなことやる戦いっしょ。別にこれどれがいいと思う。一番右上、あー今最近のお気に入り、わーまあこの T シャツですね。まあまさに今着てる、うん、アクティさんとコラボして作った T シャツなんだけど、本当にお気に入り今、うん、この私の、あ、ジェニーすいませんジェニーのお気に入りポイントで言えば、これがあのインクが真っ黒のインクではなくて焦げ茶色のインクを使うことによってあんまりパキッとさせない、こうぼかすニュアンス的な、ニュアンス的なニュアンスを目指しましたね。で、この大きくプリントされた女性の優雅さ、デニムに合わせても可愛いし、スカートにインしても可愛いし、まあ合いますね、何にでも。やっぱりちょっとこれね、あの見づらいと思うんで、いろいろデザインちょっと考えすぎてたみたいなことがあって、もうメッセージ伝えたいことを書いちゃえそのまま、うん、みたいな、そのまま書いちゃえみたいな、うんうん、遠くから見るとこのピンクのボックスの中にこう柄があるような感じに見えるかもしれないんだけど、近づくとメッセージが書いてあるっていうか、すごいそういうとここだわってるよねやっぱり。すごい胸筋だね。まあ、マサヒロの T シャツもね、マサヒロらしさだってすごい可愛いと思う。でこのピンクだけど、うん、なんか男の子も着れるし、こう爽やかに着てもらえるし、うん、女の子もちろんね可愛く着てもらえるし、うんうん、なんか本当に一時期デザインを考えるのに行き詰まってて、あのお互いね一回坊主にした時期とかもあったり、あったね、考えるデザインが全部スケルトンしか思いつかないとか、うん、今までは本当に頭の中からこうひねり出して作る感じだったけど、もうアップティー使ったらまあ簡単にね、簡単なんですよ結局。もう例えばね、写真そのままパーンみたいな、言葉ポン、図ポン、ポンポンポン、それジャズだね、ヒップホップ、まあ、そういう即興性、柔軟さ、そういうものがアップティーさんにはあって、うん、うん、でそれに助けられたっていうか、それで
またね、ニュルンベがまた新しいニュルンベになっていってるよね。面白く、ニューニュルンベ、うん、ニューニュルンベ、うん、今この T シャツの販売数を競う大会をやってるらしくて、T1 グランプリ T シャツバトル参加させてもらってて、誰でも買えるんですよね。ジェニーの T シャツもマサヒロの T シャツもみんなも着てもらえる。1枚3000円。まあ、吉本の芸人さんとかが主にやってるんだけど、一般の方も参加できて、だからね、なんかうちらみたいなクリエイター気質の若い世代の子たちも、まあ、参加してみたら面白いんじゃないのかなっていうふうに思いますね、うん、だから未来の俺たちのライバルが増えるっていうのも悪くないなって。みんなにもちょっと大会をね、こう盛り上げるためにハッシュタグ T1 グランプリとか、まあ、好きな芸人さんを応援するっていう意味で、例えばハッシュタグエレガント人生なんてね、こう入れて SNS とかでも拡散してもらえたら、ほんと街中にさ、この T シャツを着てくれるキッズたちが溢れてくれたら嬉しい。嬉しいね、うん、お願いします。マサヒロ、うん、餌やってないじゃん。やってって言ったよね、さっきやるって言ったじゃん。ごめん、なんで小松菜やってんの。小松菜ばっかりあげないでって言ったじゃん。いや、ほうれん草普通向いてる。